流通センターに来てます。いやさすがにさ、このぐじょぐじょの雪道を歩くのにこのスニーカーじゃきついものがあったから買ってしまいましたよ。防水シューズ。いやいろいろ迷ったけどね、ダンロップのやつにした。なんかね、この幅が広いやつがね、俺の足には合ってるっぽくてさ、この 4E ってやつが幅が広いっていう企画なんだけども、セール品とかいろいろ出ててさ、安いのもあったんだけどさ、セール品のやつはちょっと幅が狭めで、で試しに履いて歩いてみたんだけどね、なんかしばらく歩いてるとなんか締め付けを感じるから、結局このセール品じゃないちょっと高めのやつを買って、これ6000円ぐらいしたんだけどさ、いやでもね、靴買うのに1時間ぐらいかかったな、なんだかんだし試着とかしていろいろやってたらもう真っ暗だよ。疲れるねやっぱり靴選びって。なんかスニーカーはさ、もう俺このニューバランスを買うって決めてるからいいんだけどさ、ニューバランスのこういうタイプの靴だと間違いなく足にフィットしてるするってのがもう分かってるからこれ買うって決めてるんだけどね、防水靴ってなかなか買わないからね、なんか一から自分に合うやつを選んですごい疲れたわ。何でもそうだけどやっぱりこういう靴選びでも服選びでも疲れるね。さあ明日からこの、新品の靴を履いて過ごそうかなと思います。それでは。